今回の動画はやべえ。私カードゲームめっちゃ好きじゃないですか、ゲームジャンルで。それの案件をいただいてしまいました。しかも多分ね、これほとんどの人がこのキャラ知ってるっていう思う原作をテーマにしたゲームになるので、カードゲーム興味ない人もカードゲーム好きな人もていうか、もうなんか私の リスナーさんも全員楽しめるゲームだと思うんで、ぜひ最後までご視聴ください。で、今回ご紹介させていただくのがマーベルスナップっていう、カードゲームアプリになります。で、スナップはね、マーベルユニバースの全作品含まれているというか、テーマにしているゲームになります。もうね、大興奮するから、ちょっとほんまにゲーム本編見てほしい。はい、ということで早速チュートリアルを進めていきたいと思います。サクサク進めれるので、私はちょっと細かく説明しながらいくんだけど、実際プレイするときはね、めっちゃ簡単に終わるんで、やってみてください。しかも分かりやすいんで、このゲームで、このゲームね、オレンジ色に光ってるやつがパワー、まあ、いわゆる攻撃力って感じかな。で、オレンジ色の数字が今こっちが2で相手が1なので、まあ、こっちの方が数字が上だから、優勢でオレンジに光ってるって感じ。今5になったね。で、相手がもう1枚出して、これで相手は2で、5対2なんで、うちらの方が勝ちってことで、真ん中のロケーションが取れてる状態になります。3つのうち2つを勝ち取った方が勝ちになります。で、カードもそれぞれ全部効果があって、例えばこのカードだと自分が左側のロケーションにこの後置くんだけど、これ置きました。で、相手も左側同じロケーションに置いたら効果が発動して攻撃力プラス3になるっていうね、2コスなのにプラス5の攻撃力のカードが出せるのってだいぶコスパがいいんだけど、こんな感じで相手の行動を予測しながら、もしくはここに置かざるを得ないよねって状況を作りながら進めていくっていう戦略性もあります。でね、このフロア効果があるんよ、それぞれ。このフロアの効果にだいぶ試合が左右されるんだけど、今回はシンプルな効果でカードを引くってやつだからね、まあ、カードを引くんだけど、これでこのキャラクターたちの攻撃力が上がったり下がったり破壊されたりとかいろいろ左右されるので、ここを考えながらキャラクターを置いていかないといけません。で、このね、ラスト、まあ、これ全部で6ターン制のバトルなんだけど、一定ヘッドホン来た。このね、最後のカードがめちゃくちゃ大事。6ターン目が、まあ、リーサルカードみたいになってくるんだよね。試合に勝てるとこんな感じで新しいカードをゲットしたりだったりとか、キャラクターのイラストをね、どんどんクオリティアップしていく、 3D になったりとか、もっと上がっていくと、アニメーションついたりとかして、こんな感じでどんどんね、カードを種類増やしたり強化したりアニメーション増やしたりみたいな感じで整えていくっていう感じのね、コレクター要素もあります。で、こっからは実際にオンラインで勝負をしていこうかなって思います。この試合もすごい面白くて、このさ、メデューサも大活躍するんだよな。序盤でメデューサめっちゃ大活躍する。メデューサはね、真ん中に置くと攻撃力が倍になるので、まあ、安定した火力が出せる。で、一番左のね、キャラクターカード、これがね、サーチ系のカードになるので、1段目に必ず手札に来るっていうカードなので、まあ、デッキ事故を起こすことがないよね、1段目はっていうね、そういうカードなんで、だいぶ重宝します。これさ、全部で6ターンしかないんですよ。6ターンで3分から5分でサクサク進めれるのがめちゃくちゃ楽しいんだけど、この6ターンの中にすんごい豊富なね、戦略性を込めるんですよ。なので、1ターン2ターン目のデッキ事故、手札事故か、めちゃくちゃ痛いんだよね。だからこのサーチ系のカードだったりとか、カードバランスっていうのがすごい重要になってきます。私はね、1コスと2コスのカードはね、結構2、3枚ずつ出てるから、こんな感じでロケーションのパワーが、全体でプラス5ずつするっていうのが左のね、効果なんで、先に全部埋めたろうみたいな感じでやってますね。これだいぶでも、もうロケーションの種類とかも覚えてきて、だいぶカード効果も覚えてきて、このターンにこのカードは絶対出そうみたいな流れができてきてます。で、この一番右に出したカードが、相手の、ロケーションにいる枚数分火力が上がっていく永続カードっていうのがあります。これね、ゲーム永続カードと一番最初に出した瞬間に発生する効果の2種類があるんだけど、永続カードマジで強い。まあ、こんな感じでサクサクっと買っていくみたいな感じ。だいぶこれってルール伝わってきたかな。
きこんな感じになりました。やり込んでみたら結構ね、あのバランス良くなったと思います。このノバっていうカードがあの1個で出せるんだけど、破壊されると場に出ているカードの火力を上げてくれる系のカードになります。なので、このカーネイジ、こいつが出てきたロケーションにある自分の他のカードを全部食うんですよ。で破壊することによって、カードの攻撃力が破壊した枚数プラス2になっていくっていうので、まあ、ノバと相性がいいかなと思って入れました。でまあ、ハルクはリーサルカードの一つとして、まあこのゲームね、全体的にこのなんだろう、どのカードでもリーサルになる非常に強力なねカードが多いので、まあ、ハルクが確実にリーサルになるわけではないんだけど、まあ、何かの時にね火力12打点ってあんまりないので、何かの時にハルクでドーンって出せるようにハルクは1枚入れてます。ミスターファンタスティック、こいつはあの自分以外のロケーション、隣接するロケーションなんで、まあ、基本的には真ん中に置いて左右に効果が出るようにするんだけど、この隣接するロケーションのパワーをプラスにしてくれるので、まあ、置けないロケーションとかが出てきた時にこいつでカバーしたりとか、あとちょっと4枚置いちゃったけど微妙に相手に追いつかれそうって時にこいつを真ん中に置いたりとか、あとあのロケーションによってはこの永続効果を倍にする、2倍にするっていうやつもいるので、そうなった時はね全部のあの両隣のロケーションプラス4って結構強力になるのでこいつ入れてます。でカイザーは、1コスのキャラクターのカードパワーをプラス1にしてくれるので、まあこれカバーカードとして入れてます。意外とねこいつ自体もパワーが強いのと1コスは絶対出るので1ターン目に、なのでね結構重宝します。でこいつは相手にね強力な効果を持っている1コスが出てきた時に、まあそいつを破壊したりとか相手のパワーを下げるように1コスのキャラクターを削除することができるので入れてます、みたいな感じで、いい感じのバランスになったんじゃない。まあそんな感じで、じゃあサクッとこいつらを引き連れてやり込み行ってみようかなと思います。じゃあマジでやり込んだよこれ。これ今ずっとランク回してるんだけど、30レベルでシルバーランクいくのよ。これね28レベルまで上げてます。普通にやって28じゃなくて、これランクダウンとかもするから、その中で28だからめちゃめちゃやり込みましたって感じで、一番左が毎ターン終了時にロケーションにあるカードのパワーをプラス1にするっていうロケーションでね、あ違うこれマイナス1だ、プラス1じゃない、マイナス1ずつされていくんだ。だから左に置けば置くほど不利になっていくロケーションだから避けてますね。でロケーションによってねだいぶ左右される。だからうちらが基本的に使えるのはもう真ん中か右のロケーションになるんだよね。ってなるとこの相手が置いたら火力上がるよね系のカードが3択から2択になるから効果が出せる確率が上がったりとかね、マジでロケーションに試合が左右されます。でこのねこのカードマジでね便利、両サイドのパワーをね2ずつ上げるんですよ。左に置けなくても2上げてくれる。で今スナップっていうボタンを押したんだけど、画面の上だね、ダイヤ、なんか四角のやつなんだけど、これがいわゆるランクを上げる時の経験値というかポイントになって、まあ言うたら掛け金みたいな感じ、倍になるんだよね。これで負けると倍の数マイナスになるんだけど、勝つと倍の数もらえるみたいな感じ で自分も倍にできるし、相手もさらにスナップするとマックスで8上下します。私はね基本押してる、結構優勢だなとか、あとお気に入りのロケーション、相性のいいロケーションとかが、あ今回あるなって思ったら結構積極的にスナップをしてる。で今真ん中のロケーションなんだけど、この真ん中のやつは先に4枚埋めると6コスト以上のカードが0コスになって手札に入りますっていうカードだから、これで慌ててゲットしました。でこのパワー20のカードは前のターンにカードをプレイしちゃうと効果が表に出せなくなるので、あえてここはターンエンドで真ん中のこのね女の人がプレイをしないことによって火力がね倍になるので、まあ、ここで火力を上げていき、一番最後のラスト6ターン目でこの高火力カードで右を確実に取りに行く。で真ん中は10なんで、よっぽど覆されることはないだろうと。パワー10以上のカードなかなかない、ハルクぐらいなんで、効果合わせてまあギリギリいけるだろうってことで右をね全力で取りに行きました。で相手は一番左に置いたので、で真ん中に女の人で4コスのやつを置いた、パワー4のやつを置いたので、こっちがロケーション2つ取って勝利で、スナップ倍になってるので2ポイントから4ポイントゲットして勝利って感じです。いや面白くない？ロケーションでねマジで戦い方がガラッと変わるのが本当に面白いので、もう夢中になって遊びました。多分私これね製品版出たらめっちゃやると思うちょっと一回やってみてほしいので、ぜひあの概要欄から気になった方はダウンロードしてみてください。マーベル作品が好きな人はぜひやってみてください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。